ねえ、お腹すいたよ。ごめんね、食べるものがなくて。なんでこんなことになっちゃったの？いつものごちそうは？僕たち何も悪いことしてないのに。どうする？このままじゃ全員友倒れに。分かってる。この子に迷惑はこれ以上かけられない。何としてもこの子たちを。さあ、ゲームの始まりです。このような怪奇文を目にしたことがある方も多いかもしれません。この怪奇文は1997年、当時14歳の少年が書いたものであり、悪意そのままに、その少年は小学生5人に危害を加え、大々的に世間の注目を浴びました。なぜこの事件が大きな注目を浴びたのか。少年があまりに凄惨な事件を引き起こしたのもありますが、少年法に守られていたからということもあるでしょう。事実、榊原さんは実名を伏せられ、少年鑑別所に入っただけということになっています。それゆえに、榊原さんの周り、特に家族にも注目が集まりましたが、彼のお母様も何かおかしいと話題になりました。裁判長、冤罪ではないんでしょうか。それに賠償金は、そんな大きな額は、月2万円くらいなら。お母様、謝罪の気持ちはないのですか？いや、そういうつもりじゃ。でも、息子がそんなこと。今回はこのような母親を含むご家族がどのような状況になっているのか、事件後から現在までをお伝えしたいと思います。まず事件のことを家族が知ったのは、会社も学校も休みの日だった土曜日。その日朝早くに玄関のチャイムが鳴ったそうです。おお、なんだよこんな朝早くに。おーい、警察です。実はお宅の息子さんに話をしたいことがあって。うちには息子3人いますが、現在14歳の長男です。そしてそのまま榊原さんは連行され、起こした事件のことを知ることに。この時、家族の誰もがにわかには信じられず、しばらく呆然としていた状況だったようです。そうですか、わかりました。お父さん、どう？あの子と面会できそう？いや、マスコミが警察にまで来てるらしくて、面会できるような状態じゃないらしい。そんな、早くあの子に会いたいのに。絶対に何かの間違いに決まってる。結局、面会ができるようになったのは、榊原さんが少年鑑別所に送られた後。なあ、誰が何と言おうと、お前は俺たちの息子だから、家族5人でこれからも頑張っていこうな。一緒に罪を償っていこう。このようにお父様は息子の罪を認めているようでしたが、お母様はどうしても納得ができない様子だったようです。この子があんなことするわけない。そうでしょ、違うって言ってよ。帰れよ、この豚野郎。もう会わないって決めてたのに、なんで来たんだよ、ふざけんな。え？この時、お母様はようやく理解したのです。こんな目を向けたのは初めて。本当にこの子が、そしてこの子をそうさせたのは私たち。帰れ、二度とその面見せるな。こうして面会は終了。この日以来、榊原さんは家族と一切会うことはなく、榊原さんは鑑別所を出てからはしばらく病院に入院することになるのでした。もしかしたらその後も家族の間で榊原さんのことを何とかしたいという気持ちが残っているのかもしれません。しかし、榊原さんだけに構ってはいられない状況もありました。仕事を辞めてきたよ。このままじゃ会社にも迷惑かかるし、俺らのこともだけど、二人の弟のことも考えないと。そっか、しょうがないよね。あの子たちに被害が及ぶのは何とかしないと。なあ、ちょっと提案があるんだけど、俺ら離婚しないか？え？なんで？二人の息子を守るためだよ。今の名字だと、いずれあいつらにもマスコミが寄ってくるかもしれない。名字や名前を変えて、施設で暮らす。こうすればなんとかなるかもしれない。それもそうだね。子供を守るのが親の務めだよね。私たちが住むところはどうしよう。ここにはいられないし。弁護士さんに相談してみようか。こうして二人は離婚。三兄弟は身を隠すためにある施設に行きました。離婚したといっても、2人は弁護士から紹介したところに身を寄せ、弟たちのために働き続ける毎日でした。しかしそんな2人をいつも悩ませている問題がありました。金がない。退職金を賠償金に充てても全然足らないし。どうしよう。2人でコンビニで働いててもたかが知れてるし、それにあの子があんな事件を起こしたらまともな仕事なんて。さらにもう一つ、身の回りに不可解なことが起きていました。実は今住んでいるところに盗聴器が仕掛けられていたようです。それだけではなく、この事務所や私の自宅にも。大丈夫なんですか？今は盗聴器自体撤去されていますが、どうも組織的な尾行が行われているようです。そういえばこの前新幹線に乗った時、変な人に声かけられた。あの事件を起こした中学生のご両親ですねって。マスコミかと思って無視したけど。それに事件を起こした息子さんの鑑定書や検察官による調書も盗まれているようなんです。何のためにそんなことを。わかりません。とりあえず目立つ行動は控えた方がいいです。また別の場所を紹介しますし、私たちも力になりますから。身の危険を感じて正直怖いです。なんでこんなことに。これからどうしたら。弁護士さんもすみません、私たちのせいでご迷惑をおかけして。その後は厳戒態勢を取ったためか、盗聴に関して大きなトラブルなどは起こりませんでしたが、それでも関係者を悩ませる一端となったのは間違いがありませんでした。こうして悩んでいた両親のもとに、ある日一人の記者が訪れることになります。突然失礼します、私こういうもので。はあ、雑誌記者さんですか。何の用ですか？実はうちで本を出していただけないかと思いまして。一体どういうつもりでしょう。本なんて。正直このような状況で本を出すのはこちらとしても気が引ける部分がありますが、それがお二人のため、ひいては被害者のためになるんじゃないかと思いまして。どういうことですか？いやらしい話になりますが、本が売れれば印税が入ります。大変失礼なことをお尋ねしますが、賠償金に苦しんでいらっしゃるのではないでしょうか。総額は2億円近くのようですし。それは正直そうです。もしかしたら一生かかっても払いきれないかもしれない。被害者には全く関係ないですが、私たちには息子が他にもいて、彼らたちのことも考えないといけません。どのくらい売れるか、どのくらい印税が入るかは分かりません。ただおそらくこの道しか賠償金を支払い終えることはできないのではないかと思います。でも加害者の我々がそんなことするのなんて聞いたことが。日本ではありませんが、海外では本を出版し印税を賠償金に充ててる事例もあるんです。ですから前向きにご検討をお願いできないでしょうか。わかりました、やります。お前正気か？本を出版することで世間も叩かれると思うし、もしかしたら息子たちにも飛び火してしまうかもしれない。そうだろ、形はどうあれお前が一番息子たちのことを思いやっていたじゃないか。それでもこのままじゃ責任を取りきれないと思うし、親として責任を全うする義務があるんじゃないかって。あの子があんな事件を起こしたのも私の責任だし。お前だけのせいじゃ。まあでもそうだな、そうするしかないか。先生お願いします、これしか被害者に償う方法がないんです。記者からかなり話は聞かされましたよ。確かにそうかもしれません。被害者の方には私からお伝えしておきます。先生ありがとうございます。ただその前にお伝えしたいことがございます。承知の上かもしれませんが、お二人ご自身、そして息子さんにも何かしら被害が出てくる可能性があります。それはもしかしたら事件を起こした張本人にも。はい、承知の上です。当然我々も何とか対応しますが、ただ人の噂はなかなか制御しきれない可能性もあります。もしかしたら一生残ってしまうものになるかもしれないと肝に銘じておいてください。あとは印税に関してですが、口座を作ろうと思います。印税用のってことですか？そこから賠償金が支払われるみたいな。おっしゃる通りです。それに被害者のご家族もその口座の中身を見ることができる。こうすることで印税が漏れなく賠償金として充てられることになりますし、被害者の方もそのことが明確にわかります。何から何までありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。被害者の方も最初は猛烈に反対していたようですが、両親の思いを汲んで本の出版、印税の受け取りを了承したのでした。基本は手記みたいな形で進めていこうと思っていますが、ご自身の思いを誰かに伝えたいとかはありますか？そうですね。まずは被害者のご家族の方々です。正直直接謝罪したいところではありますけど、全員には思うようにできていません。あまりにおこがましい考えですが、この本にて少しでも自分の考えを伝えていけたらと。わかりました。他にはいらっしゃらないでしょうか？あとは、長男です、多分。あの子と私たちはもう二度と会うことはないと思います。それでも、あの子を愛していることだけは変わりがないですし、そのことを少しでも伝えたいんです。見てくれないかもしれませんけど。わかりました。その思いを書いていただけたらと思います。あとは、タイトルもいかがいたしましょう。え？私がつけてもいいのでしょうか？ねえ、ご両親の式ですし、もちろんふさわしいかどうかは少し考えさせていただけたらと。少年 A でお願いできないでしょうか？実の息子に？これでいいのでしょうか？はい。未成年とはいえ、あれだけのことをしてしまった長男に責任がないとは絶対に言いません。ただ、そうさせてしまったのは私のせいです。ですので、できる限り我が子を守ってあげたい。そんな気持ちです。わかりました。このタイトルでいきましょう。こうして、2人の著作、少年 A が出版。印税は現在まで1億円程度に上るようで、印税は全て遺族に支払われているようです。中身は賛否両論でしたが、当事者間で話はついていたので、その面では良かったのではないかと思います。ただ、それでも賠償金を全て支払うには至らず、今でも支払いは続いています。そして、実は賠償金を支払っているのは、両親だけではありませんでした。せめて5000円だけでも。このように事件を起こした張本人の榊原さんも微々たる額ながら毎月賠償金を支払っていました。被害者に手紙を書こう。その行動は病院から退院し、少しは精神的に落ち着き、食材の日々を送りながら自身も前に向いているのではと予想ができるものでした。その後も三男たちは両親から身を隠すような生活を送っていたようですが、人目を忍ぶような形で家族は会っていたようです。え、工学部辞めてアニメの専門学校に？うん、俺やっぱアニメ好きだからさ、それに携わる仕事がしたいんだ。お金は俺が頑張って何とかしようと思ってる。うん、そうやって自分の道を決めるのはいいことなんだけど。あ、俺高校辞めるわ。それで働く。え、なんで？こいつが専門学校に行くからか？別に兄ちゃんは関係ないよ。勉強なんて大嫌いだし、それなら働いてお金稼いだ方がいいんじゃないかなって。このように弟2人も成長し、いろいろと自分の進むべき道に向かって歩んでいったようです。さらに被害者のご家族と両親の間にも少し変化が生まれてきました。あの時はうちの息子が大変申し訳ございません。今までは面会することがなかったのですが、一部の方とは年に1回は弁護士立ち会いのもと面会するように、賠償金をはじめとする両親の長年の熱意が実りつつありました。そしてさらに事態は難化していくことになります。実はですね、被害者のご家族で長男に会ってもいいっておっしゃっている方もいるんです。そうなんですか？彼は毎年手紙を書き続けていて、最初はなかなか受け入れられなかった様子ですが、真摯な様子が伝わってきたようです。よかった。本当によかった。これであの子も少しは更生してくれたら。この時は関係者全員、このまま事態は収束に向かっていく。そんな風に思っていました。ところが、両親の手記が出版された16年後の2015年、事態は急変することとなってしまいます。何これ、ゼカ？著者はあの子？どういうこと？これ一体どういうことなんですか？なんでこんな本が？情報を聞く限りでは、どうやら息子さんが直接出版社に持ち込んだようです。あいつ、なんでそんなこと。さらに被害者のご家族には何も言わずに出版したようで、相当怒りを感じているみたいです。事実、私の元にも怒りの電話が来ました。せっかく面会できるってところまでこぎつけれたのに、これじゃ全部台無しじゃない。実は長男の代理人という方から私に連絡があったんです。印税の一部を賠償金として支払いたいが、どうすればいいかって。さすがに私も血管が沸騰しそうになりました。いや、それは逆効果だろ。本を出したのは自身の金儲けのためでもあるってアピールしているようなもんじゃないか。実際被害者の方も全員賠償金の受け取りを拒否しているようです。自分の気持ちを押しつぶしてまで更生している様子を認めていらっしゃる人もいたので、裏切られた気持ちが強かったんでしょう。正直私もそのような気持ちです。これは思った以上に問題となる恐れがあります。事実、世論の中にはサムの息子法の成立を望む声が上がっています。それは何ですか？アメリカで実際にある法律なんですが、端的に言えば犯罪者が自分の犯罪体験を出版したりして利益を得てはいけないというものです。ただ日本には表現の自由も法律で認められていて、一筋縄ではいかない問題でしょうが、私たちは怖くて見れません、そんな本。でも私たちも本を出しましたし、私たちが文句を言えた義理じゃないかもしれません。それにそんな子に育てた私の責任。あまり自分たちを責めないでください。もしかしたら長年かけて原稿を作ったのかもしれませんが、ご両親の書籍発行から15年以上経っていますので、ご両親がしたことに影響を受けてというには年月が経ちすぎています。そうですよね。でもなんで今のタイミングで本を出すことを？それは分かりません。どうやら原稿を持ち込んだのは2年前のようですが、当時も被害者のご家族にも手紙を出し続けていましたし、代理人もいますし、誰かが彼に口添えした可能性も否定できません。ちなみに本の中に被害者に対する贖罪の気持ちなどは？無断で出版されたことに対してはありましたが、その他は特に。罪を償えると思っているならそれは傲慢なども書いてありました。今年も手紙を送ってきているようです。かなり膨大な量のようでしたが、受け取りを拒否するご家族の方もいらっしゃったようで、せっかくの我々の努力も水の泡へと消えていった感じがして、私自身憤りを感じずにはいられません。すみません。最後に、その本の中に私たちのことは書いていますか？いえ、正直特に大したことは書いてありませんでした。そうですか。あの子はもう私たちのことを。案の定、この書籍はいい意味でも悪い意味でも評判を呼び、せっかく当事者間のみで沈静化しつつあった榊原生徒事件が再び注目される事態となってしまいました。そして榊原さんは書籍を出すことにより抑えていた自己顕示の鎖を引きちぎったのか、販売3ヶ月後にホームページ「存在の耐えられない透明さ」を立ち上げましたが、その中には不愉快にさせるような画像などが多数あり、わずか1年で閉鎖することになったのでした。そしてそれ以外にも有料ブロマガを開設したりなど、一度たかが外れたその勢いのままに行動しているように感じられ、ブロマガは3日で凍結されてしまったようでした。さらに舌下出版後、さらなる不幸が両親2人を襲いかかります。なんだよこれ。俺たちが賠償金で収穫を肥やしてる。弟の進学費用に本で賠償金に全部当てるって書いてたのに嘘つきって。そんな、私たちはちゃんと全部賠償金にしてるし、そのために弁護士さんにもいろいろ動いてもらって。どうやら舌下の販売にあたり、榊原さんの賠償金のことで怒りを覚えた人が両親のことにも飛び火をさせてしまったようで、そういった情報は今もネットに残ってしまっています。俺らはどうすればいいんだ。このままじゃ謝罪もろくにできない。せっかく面会するまでになっていたのに、また一から。私たちももう若くないし、定年も近づいてる。満足に働けないから賠償金もさらに払うことがもっときつくなってくる。せめて他の息子たちだけでも幸せに。もしかしたら救いの一つかもしれなかった贖罪の道も閉ざされてしまった苦痛の人生の中で、残された救いは息子2人の幸せだったかもしれません。幸い両親と弁護士の努力の甲斐あり、弟2人が榊原さんの弟だということは誰にも知られていません。だからより一層そのような思いが強かったのだと思います。あ、うまい。それはよかった。それよりいい人は見つかったか？いや、それはまだだけど。兄ちゃんはアニメ好きの人希望だもんな。周りにそういう人がいないのかな。お前、そういうお前だって彼女とかずっといないじゃないか。こらこら、いい年してやめなさいよ、二人とも。この子たちだけはあの子のことに負い目を感じることなく普通に生きていってほしい。それからしばらく経ち、とある記者が両親のもとを訪れました。情報によると、このアパートのはい、どちら様でしょう。突然すいません。私は雑誌の記者で、榊原生徒さんのお母様ですよね。今さら何の用ですか？いえ、今の状況をお聞かせいただけたらと思いまして。お入りください。あと、大声を出したりするのはご近所迷惑になりますので、お控えいただけたらと。ええ、その辺は重々承知しています。失礼します。お父様はどこかに？今は外出しています。そうなんですね。では、お母様に担当職人にお尋ねしますが、榊原さんとは連絡を取っていらっしゃいますか？いえ、全く取っていません。では、今どこで何されているかなども。そういうことも全く。少年院を出てから会っていません。その後、病院に入院したようですが、お見舞いにも行っていませんし。お二人は20年以上前に手記を出版されました。それで何か榊原さんからアクションがあったんじゃないかって思ってはいるんですが。ないです。その後、あの子も本を出しましたけど、特に私たちに連絡が来ることもなく。多分ですけど、あの子の中で私たちはいないものになってるんだと思います。そうですか。わかりました。今はどのようにお過ごしになっていますか？賠償金の支払いもありますが、年金だけでなんとか食べていけてます。本当に最低限の生活って感じですけど、年取るとなかなか働き口がなくて。下の息子さんお二人は元気にされていますか？ねえ、元気にやっています。たまに会ったりしていますが、すみません。あの二人へ取材することはやめてください。あの子たちは事件に全く関係がないので。それは分かっていますのでご安心ください。最後に、あの事件以降の生活を今まで振り返ってみていかがでしょうか？一言で言えば、地獄です。あの事件の後、下の子たちをなんとか隠す必要がありました。それで通ってた学校も辞めさせて、施設に行かせて、名字や名前も変えて、あの子たち何も悪くないのに。そうですか。それに被害者の方への謝罪もまだ終わっていません。賠償金もまだ残っていますし、一部の方には直接お会いして謝罪もできましたが、まだ他にも弁護士の方にずっとお願いしているんですが、なかなか。榊原さんの書籍発行が今もまだ尾を引いているのかもしれませんね。あれは世間でもかなり辛辣な評価を浴びましたから。あの子の本に許されるとしたらそれは傲慢っていう風に書いてあるそうで、確かに謝罪をしたいっていうのは自分のエゴかもしれません。正直自分が楽になりたいから謝罪をしたいって気持ちはあります。失礼ながら私は同じ立場ではないので推し量ることしかできません。ただ本当に悪いと思っているなら、その重みに耐えられないと思う時もあるのではないかと思います。おっしゃる通りで、私は精神的に弱い人間ですし、今思えば本当に不器用に生きてきた、その結果がこれなんだと思います。と言いますと？長男もお兄ちゃんなんだからしっかりさせないとって思って過度にしつけをしようとしたり、家でいろいろなサインを出していたのにそれに気づかなかったり、長男には言葉では言い尽くせないくらい迷惑をかけました。正直ネットではお母様に対する悪評が目立つのも事実です。しょうがないです。それは手記を書いた時から覚悟していましたし、自覚はしています。あと長男は私によく似ています。そうさせたのは私かもしれませんが、あの子も自己表現が下手なんだと思います。それで爆発して。わかりました。では最後の質問を。今、榊原さんはあの事件をどう思っていると思われますか？それを表に出しているのかどうかはわかりません。ただ、心の奥底では、あの事件に対して後悔の念があると思っていますし、それに縛られ続けている。そしてそういう一生を歩み続けていくんだろうなと思っています。数年前ではありますが、雑誌記者が榊原さんを突撃したところ、その記者を執拗に追いかけ回すなんてこともありました。その態度もそれの裏返しだったのかもしれませんね。昨年永久保存を義務付けられた榊原生徒事件の記録を破棄したとして神戸家裁がかなり批判されました。当事者でない以上事件は風化していくものであり、世間を騒がせた大事件から25年以上の月日が流れています。ただしその関係者の傷は決して風化せず残るもの、そのことを十分に認識してほしいと強く思います。個人的に事件後の盗聴の話が気になったな。それをしたのはマスコミって可能性はないのか？さすがにないと思います。バレたら大問題になるので。まあ私たちの知らない闇の世界っていうのが色々あるって感じではないでしょうか。あれだけ注目を浴びた事件だから、うぞうむぞうもやってきやすいもんだろうな。榊原の本の件のこともあるし。大きな事件は当事者だけでなく不特定多数の人が動きやすいです。思いがけない不運にも見舞われかねませんし、本当に怖い事態につながりかねないかもしれません。